平野翔ダンスの実力世界に認められた。ランキング3位だけど、映像なしでファン大激怒。ランキングでの3位という結果にもかかわらず、ファンの間では彼が、実質1位として認識されていることも興味深いです。平野翔さんが芸能界ダンスナンバーワンランキングで第3位に輝いたという事実は、多くのファンに喜びと誇りをもたらしましたが、一方で、期待していた映像が放送されなかったことから、 一部のフショウさんは常にその卓越したダンスパフォーマンスで観客を魅了し、多くの人に感動を与えてきましたが、このランキングでの扱いは、彼のダンススキルを十分に伝えるものではなかったのです。彼のファンの中には、ショウ君のダンスが見られなかったと嘆く声や、映像がなかったことに対する失望感をあらわにする人々が多くいました。それでも、 平野翔さんが3位にランクインしたこと自体は非常に誇らしい出来事であり、ファンの間では彼が実際には1位にふさわしいという声も少なくありませんでした。実際に平野翔さんのダンスがこれほどまでに称賛される理由は、彼のダンスが技術的に優れているだけでなく、観客を感動させる力を持っているからです。彼のダンスはただ正確に動きを追うだけでなく、感情やエネルギーがあふれており、見るものを引き込む力があります。 ファンの多くが彼のダンスに対して、生き生きとしていて、見ていると楽しくなると表現するのも、このエネルギーと情熱がダンスに現れているからでしょう。また、彼のダンスは幅広いジャンルに対応できる柔軟性も持ち合わせています。ある時は激しい動きで観客を圧倒し、別の場面では緩やかなリズムに合わせてしなやかに踊る。そのような多彩なスタイルを持つことで、彼は一貫して、見せるダンサー、 とししてての地位を築きき上げてきました特にファンの間ではブローユアーカバーのダンスパフォーマンスが高く評価されておりその振り付けを手がけたノッポ ST キングスさんも彼の表現力を称賛しています彼のダンスには緻密に計算された動きと即興的な要素が見事に融合しておりそれが観客に唯一無二のパフォーマンスという印象を与えているのですしかし ランキング発表の際に映像が流れなかったことに対するファンの反応は、単なる不満にとどまらず、メディアの扱い方そのものに対する疑問も投げかけられています。ダンスランキングというテーマであれば、ダンサーのパフォーマンスを視覚的に伝えることが重要であるはずです。それにもかかわらず、平野翔さんの映像が一切流れなかったというのは不可解なことです。これは視聴者にとっても、彼の実力を知らない人々にとっても、 大きな損失ですこのような状況であれば、ランキング自体の公正性や意図に対しても疑問が生じるのは当然かもしれません。さらに、ランキングでの3位という結果にもかかわらず、ファンの間では彼が、実質1位として認識されていることも興味深いです。彼のダンスに対する支持は非常に強く、多くのファンが彼のパフォーマンスに感銘を受け、そして彼自身の成長や努力に対しても深い敬意を抱いています。 これが彼がダンスランキングにおいても高く評価される理由の一つです。特に彼のダンスの特徴である異次元の可動域や軸のぶれない動きは専門家からも高く評価されておりまさにプロフェッショナルとしての技術を持っていることがうかがえます。こうした背景を考えると映像が放送されなかったことによって視聴者やファンに対してどれほどの影響があったのかを改めて考える必要があります。 平野翔さんのダンスは、ただ見て楽しむだけでなく、その背景には彼自身の厳しいトレーニングや、ダンスに対する情熱が込められています。これを視覚的に伝えることで、彼がどれほどの努力をしてきたか、そしてその結果として生まれるパフォーマンスの素晴らしさを、もっと多くの人々に知ってもらうことができるはずです。実際、ダンスの世界では、映像やパフォーマンスを通じてその技術や表現力を伝えることが非常に重要です。 特に、芸能界においてはダンスが一つの重要な要素となっている中で、平野翔さんのように多彩で魅力的なダンサーのパフォーマンスが十分に紹介されないのは、彼の才能を見逃してしまうことにもなりかねません。これまでのパフォーマンスを振り返ると、彼がどれだけの観客を魅了してきたか、その実績が証明しています。それにもかかわらず、今回のランキング発表ではその魅力が十分に伝わらなかったという点で、 メディアの扱い方に改善の余地があるといえるでしょう。もちろん、ランキングそのものに関しては、個々の評価基準や視点があるため、一概に順位がすべてを決めるわけではありません。しかし、映像の欠如という要素が、ランキングの信頼性や意図に疑念を抱かせる結果となったことは否めません。視聴者やファンが求めているのは、透明性と公正さであり、その期待に依頼られなかったことが、 今回のランキング発表に対する不満の一因となっています。平野翔さんのファンは、このような状況にもかかわらず、彼のダンスに対する支持を強く持ち続けています。それは、彼のダンスがただの技術的なパフォーマンスではなく、彼自身の人間性や感情が表現されているからです。彼のダンスを見ていると、その中に彼の努力や情熱が込められていることが伝わってきます。それが、ファンが彼を、 1>, 1位と感じるる理由の1つででもあるでしょうこのような背景を考えると、平野翔さんがランキングで3位に入ったことはもちろん喜ばしいことですが、それ以上に、彼のダンスがもっと広く知られるべきだという意見が多く聞かれます。メディアが彼のパフォーマンスを十分に取り上げなかったことで、彼の真の実力が伝わらなかったと感じるファンが多いのです。これからののメディアの取り扱い方や 彼自身がどのように自分のダンスを表現していくかに期待が高まります。また、平野翔さんのダンスに関する議論は、彼がただのアイドルや俳優ではなく、ダンサーとしての一面を持っていることを改めて浮き彫りにしました。彼のダンスは、ジャンルを問わず幅広い層から支持されており、彼の持つ多彩なスキルセットが評価されているのです。特に、彼のダンスには一種の物語性があり、ただの動きではなく、 そこに感情や意味が込められているため、観客を感動させることができます。今後も彼がさらに多くの場でダンスを披露し、その魅力を広く伝えていくことが期待されます。今回のランキング発表がきっかけとなり、彼のダンスがもっと多くの人々に注目されることでしょう。そして、彼のファンはもちろん、これから彼のダンスを知る新しい視聴者たちにとっても、平野翔さんのパフォーマンスは忘れられないものになるはずです。 平野翔さんがこれまで歩んできたキャリアを振り返ると、彼がどれほどの努力を積み重ねてきたかがよくわかります。デビュー当初から彼はその容姿や演技力だけでなく、ダンススキルでも注目されていました。ジャニーズ事務所に所属していた頃から、彼のダンスは群を抜いており、多くのファンや専門家に称賛されてきました。特に、彼が所属していたキングプリンスとしての活動では、 コンサートやテレビ番組でのパフォーマンスが大きな話題を呼び、ダンスが彼の重要な武器であることが明確に示されていました。その後、彼は俳優としても大きな成功を収めましたが、彼のダンスへの情熱は変わることなく、むしろその多忙なスケジュールの中でもダンススキルを磨き続ける姿勢は、多くの人々に感銘を与えました。ダンスは彼にとって単なる趣味や仕事の一部ではなく、自分を表現する重要な手段であり、 自己成長のののたための挑戦ででもあったのです彼がパフォーマンスに臨む際には常に全力を尽くし観客に最高の体験を提供することを目指していることが彼のダンスに対するファンの強い支持につながっているのです特に彼のダンスにおける表現力は他のダンサーと一線を画す要素です彼の動きには感情が乗り移っているかのような力強さや繊細さが感じられ 観客に直接的な感動を与えますダンスは通常身体的な技術やリズム感に注目されることが多いですが平野翔さんの場合それに加えて彼自身の内面や感情がダンスを通じて伝わってくるためそのパフォーマンスはより深く見る者の,の心を揺さぶるものとなっています。これは単に振り付けを正確にこなすだけではなく彼がどれほどダンスに真剣に取り組んでいるか。 そしてその一瞬一瞬を大切にしているかを物語っています。さらに、彼のダンスにおける特徴の一つとして、完璧にコントロールされた身体の動きが挙げられます。彼のダンスは、ただ激しい動きやスピード感を見せるだけではなく、その中に緻密なコントロールが見られるのです。軸がぶれない正確な動きや、しなやかな筋肉の使い方は、プロフェッショナルとしての技術が磨き上げられている証拠です。これには、 彼が常に自分を高めるためにトレーニングを続け、どのような振り付けにも柔軟に対応できるスキルを持っていることが大きく影響しています。また、彼のダンススタイルの多様性も彼の強みの一つです。激しいアップテンポの曲でも、ゆったりとしたバラードでも、彼はそれぞれの楽曲に合わせた最適な表現を見つけ出し、観客にその楽曲の持つ世界観を体現してみせます。この多彩さは、 彼がただの一ジャンルのダンサーではなくどのようなスタイルにも対応できる真のエンターテイナーであることを示しています特に近年のパフォーマンスでは彼のダンスがさらに進化していることが明らかであり技術的な面だけでなく彼自身の表現力もますます豊かになっているのがわかります